プマート。こんばんは、リプマート公式キャラクターのドラブくんです。本日のテーマはコードの種類と特徴について。コードにはいくつか種類が存在しますが、そもそも種類や違いを知らない方もいるのではないでしょうか。そこで今回はパラコードを中心に構造や用途の違いを見ていきたいと思います。弊社で扱っているコードはこの5種類になります。パラシュートコード、通称パラコード、タクティカルコード、マイクロコード、ナノコード、ファイヤーコードの5つです。まずはパラコードから見ていきましょう。パラシュートコードは第二次世界大戦中、パラシュートを構成するサスペンションラインとして使用された軽量ナイロンコードです。通称パラコードの構造は数本のコアを外装で覆うカーンマントル構造となっています。ミル C5040H 規格により6つのタイプに分類され、各タイプによってコアの本数が異なります。最も一般的なタイプ3は最小破断強度が550ポンド、約 250kg にもなります。また6タイプすべて素材はナイロン 100%、 最小伸び率は 30% です。標準の商用レベルのコマーシャルパラコードと軍用グレードのミルスペックパラコードの主な違いは、使用される内部位とコアストランドの構成と品質にあります。米軍で使用されるミルスペックパラコードは、原材料から最終製品までミル C5040H 規格の厳密なテストに合格する必要があります。ミル C5040H 規格は各コアストランドが3本のより合わされたストランドで構成されていることを要求しており、コアには製造業者の識別のために着色された ID マーカーが含まれています。用途例としては、靴紐、ナイフランヤード、ネックストラップ、ブレスレット、ジッパープル、サバイバルキット、キャンプなどで使用できます。次にタクティカルコードを見ていきましょう。タクティカルコードはタイプ3の弟分ともいえる、細さ 2.4mm、引っ張り強度275ポンド、約 125kg、ハーフサイズのコードとなっています。耐水性、耐久性に優れた4本のポリエステル製インナーコードと外装で構成されるカーンマントル構造となっています。タクティカルコードはパラコードと同様、キャンプなどで活躍します。次にマイクロコードを見ていきましょう。マイクロコードは細さ 1.6mm、 引っ張り強度100ポンド、約 46kg の細いコードです。耐水性、耐久性に優れたブレードコードで、ポリエステルとナイロンを編み込んだ構造です。用途の例としては、ジュエリー製作、救急キット、ブレスレット、ストラップ、キーチェーン、釣り糸、ドリームキャッチャー製作などです。次にナノコードを見ていきます。ナノコードは細さ 0.75mm、引っ張り強度36ポンド、約 17kg の極細コードとなっています。マイクロコードと同じく、耐水性、耐久性に優れたブレードコードで、ポリエステルとナイロンを編み込んだ構造となっています。
ナノコードの用途の例としては、釣り糸、ブレスレット、ストラップ、ハンドルラップ、風鈴、ドリームキャッチャー、ビーディング、枕目の製作など、様々に使えます。最後に、ファイヤーコードです。見ていきましょう。ファイヤーコードは、細さ 4mm、引っ張り強度550ポンド、約 249kg と、商用レベルのタイプ3、550パラコードと同じ規格となっています。7本のコアと、1本の着火剤コードを外装で覆うカーンマントル構造をとっています。用途の例としては、着火剤としてというのはもちろんのこと、靴ひも、ナイフランヤード、ネックストラップ、ジッパープル、ブレスレット、サバイバルキットなどに入れて、普通のパラコードのように使用しながら、いざという時に着火剤として使用できます。表にするとこんな感じ。役立つ情報は得られたでしょうか。良ければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。